皆さん、こちらでおはようございますございます。現在時刻は5時だいたい36分ぐらいでございましょうか。こちら博多駅に来ております。今日はこちらの博多駅から、まずはリレーカモメの1号に乗って武雄温泉に行き、そしてそのまま西九州新幹線乗り換えて、とりあえず新、大村まで行きたいと思います。まずこの最初の旅の目的は、この西九州新幹線が開業してもう2週間以上経ちましたけれども、それでこの長崎行きの始発ですね、どれぐらいのお客さんが乗っているのかを確認し、その後は西九州新幹線一旦新大村を降りますけども、その後諫早、こういったところで朝の混雑具合で長崎まで行って、で折り返して嬉野温泉とか武雄温泉ですね、そういったところもまた開業後どういうふうになっているのか見ていきたいなと思います。じゃあ博多駅の中入っていきましょう。はい、ということでやってました改札口でございますね。中央改札口でございます。リレーカモメ6時の長崎駅っていうふうに書いてありますね。実際にこの、リレーカモメというのは武雄温泉までしか行かない、そこで、新幹線に乗り換えるということなんですが、まあ、切符などでもすで、に、いろんなところでもうお話しされているし、私も自分の動画の中でお話しましたけれども、乗り換えのリスク、こういったもの、デメリットですね、なるべくそこを見せないように、列車の行き先も長崎って書いてあるし、それから、こういった、駅の表示ですね、こういったところも長崎というふうに書いてあります。実際には武雄温泉で乗り換える必要があります。対面ホームでの乗り換えということで、それは以前私も武雄温泉の駅の動画でご紹介した通りです。今日は実際にそこで乗り換えます。このように西九州新幹線2022年9月23日、本日私こちら今おりますのが10月の12日となっておりますので、もうすでに2週間以上3週間近く経ってますね、といったところでございます。じゃあ駅の中入っていきましょう。はい、リレーカモメは3番乗り場から、先ほど申し上げました6時の出発でございます。まだ時刻6時40分ぐらいですので、列車は入線していないと思うんですが、少し、まあ、ホームの方上がって見てみたいなと思います。時刻はまだ6時前、6時5時45分というところでございますけれども、それでも列車が到着すると、たくさんのお客さんが列車からこう出てまいりまして、各々、地下鉄の乗り換えですとか、博多のこの駅の周辺のどこか、勤め先だと思いますけれども、そういったところに向かわれている方たくさんいらっしゃいます。九州一の都会ということで、非常にたくさんの お客さんですね、この早朝にもかかわらず見られます。こちらも大牟田行きの普通列車ですけれども、もう車内、座席はほぼ埋まっていて立っている人もいるというぐらい、まあ、そういった混雑具合でございますね。現在出発の10分前少し切ったところでございますけれども、ホーム上に並んで列車を待たれている方、自由席のところも含めまして各車両 2,3 人といったところで決して多くありません。まあ、この列車乗りますと、まあ、長崎までも一番早く行くことができるわけなんですが、まあ、逆の需要の方が高いのかもしれないですね。長崎から博多の始発の方が需要が高いのかもしれませんが、こちらから見る限りそんなにたくさんのお客さんがいらっしゃるというわけではございません。もちろんその開業時のようなお客さんがたくさん乗って乗り切れないというようなこともおそらく新幹線の方も行ってもないんじゃないかなと思います。はい、カモメ到着いたしまして、今ホーム上にいるお客さんがほぼ全て乗り終えた状態でございます。まあ、もちろんこれからね、いらして乗られる方もいらっしゃると思うんですけれども、ご覧の通り各車両 4,5 人ずつといったところですね、決して多くございません。
そしてこちらは、指定席車両とそれから先頭のグリーン車ですが、こちらはほぼほぼお客さんはいない状態かと思います。こちらの指定席車にはお二方、そしてグリーンにはまだおそらくどなたも乗られてないんじゃないかなと思います。私は今回ちょっとグリーンパスを使わせていただいてますので、こちらの方で、まあ、グリーン車使うわけなんですけれど、座席取った時にはどなたも乗っておられませんでした。うん、席は全部空いておりましたんで、おそらく、今日もこれ多分、どなたも乗られないんじゃないかなと思います。まあ、デラックスグリーン席とそれから個室もあるんですが、私は通常の、この普通のグリーン車座席に座っていきたいと思っております。こちら個室ですね。よく鉄道系 YouTuber さんがお使いになれる部屋でございますけど、私はこちらは使いません。そしてこちらの方表示ですね、リレーカモメ長崎行きと書いておりますけれども、その下に武雄温泉で新幹線に接続という正し書きがついています。実際にまあこれに乗れば長崎に行けるというわけではなくて、武雄温泉で新幹線に乗り換えなければいけないということですけれども、まあ、JR 九州の苦肉の策といたしまして、この乗り換えのデメリットはなるべくわからないように、この列車の表示は長崎行きと書いてあること、これはもう先ほども申し上げた通りです。JR 九州からお客様にお知らせいたします。今年は1872年10月14日に新橋横浜間を結ぶ日本初の鉄道が開業してから150年の節目を迎える年です。はい、リレーカモメ武雄温泉行き長崎、ごめんなさい、博多を6時ちょうどに定刻通り出発いたしました。先ほどホーム上でお客さんが乗り込むところをご覧いただきましたけれども、あのあとギリギリまでホームで見ておりましたが、結局ほとんどあれ以上お客さんが乗ってくることもございませんで、あれだけのお客さんしか乗っていないということです。で、現在私はグリーン車の中におりますが、グリーン車の中はデラックスグリーン席、それからグリーンの個室含めて、お客さんは私ただ一人でございまして、どなたもまだ乗ってこられておりません。まあ、このあと二日市、トスというような感じです。止まっていくんですが、その途中で、まあ、少しながら、まあ、少しお客さん乗ってくるのかもしれないですが、ちょっとそのあたりどれぐらい乗ってくるのかわからないんで、各駅でどれぐらい乗ってくるのか見ていきたいなと思います。はい、列車二日市に到着でございます。まあ、この列車1号車先頭車でございますので、ずっとまあこうホーム今通り過ぎて見てきたんですが、実際にこれに乗られるかどうかわからないんですけど、ホーム上に待っておられた方っていうのは新たに 2,3 人といったところでございましたんで、まあ、その方が全部乗られたとしても、まあ、2,3 人増えたというところでございます。現在列車二日市に到着しました。次の停車駅トスになります。さて、列車トスに到着ですけども、どれぐらいお客さんがいらっしゃるんでしょうか。これホーム通り過ぎていきますけれども、1,2,3,4人、6人、10人、そしてまたお一方、ということで全部で11人でしたかね。それぐらいのお客さん実際ホームには立っておられました。皆さん、この皆さんが全員これに乗られるかどうか分かりませんけども、実際には最後に武雄温泉の乗り換えのところでどれぐらいお客さんが降りてきてっていうのを見ていきたいと思います。まあ、実際にこれに乗られて武雄温泉で乗り換えて西九州新幹線で、まあ、長崎なりその他のところに移動される方っていうのは一定数いらっしゃると思いますので、武雄温泉のところでこのカモメにリレーカモメに乗られて乗られる方がどれぐらいいらっしゃるのかっていうのが分かると思います。前回長崎に行きました時にも、まあ、ここ通ってるわけでございますけども、やはり、まあ、鳥栖駅といえばこの駅前不動産スタジアムですね。非常に大きな立派な、サッカースタジアムがあります。
佐賀の都市の本拠地ですね。非常に大きな建物で、まあ、駅のすぐそばにあるということで、まあ、非常に便利なアクセスしやすいところですよね。こういったところがあると、まあ、もちろん車で来られる方もいらっしゃるんでしょうけど、やはり、こういった駅前にね、すぐありますと鉄道の利用っていうのが、十分に考えられるわけでございまして、非常に立地の良い交通支便なところにあるスタジアムだと思います。はい、列車は、新都市駅に到着です。こちらは、こちら結構たくさんいらっしゃいますね。ただ学生さんとかもいらっしゃるから通学に使っておられるのかもしれないですね。佐賀とか、そういったところまで行く、滝温泉まで行くわけじゃなくて、そういった別のところでしたら途中駅ですね。おそらく次の佐賀の駅まで乗られるという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。新都市駅はこのように駅前にものすごいたくさんの駐車場があって、まあ、パーク&ライドの本当にもうJR 九州の、施策っていうのが非常によく垣間見える場所だと思います。はい、列車佐賀に到着でございます。こちらでも待ってる人は、各車両に2、3人ってところですかね。一番最初のところに5人ぐらいいましたけれども、はい、列車佐賀を出発いたしまして、あと停車する駅は肥前山口改め江北駅、こちらのみとなりました。こちらでお客さんがどれぐらい乗ってこられるのか、多分そんなにたくさん江北では乗ってこられないと思うんですけどね。実際に江北駅は通過する列車もあるぐらいで、まあ過去の前のね、以前の長崎本線、まあ今も長崎本線ですけど、上下分陸間との乗り換え駅になりますけども、そんなにたくさん需要がもともとある駅ではないんで、あんまりたくさんお客さん乗ってこられないと思うんですが、どうでしょうか。列車は武雄温泉に向かっていく途中で最後の停車駅になります。江北駅に間もなく到着となります。まあ、ここでどれぐらいお客さんが乗ってくるかということですけれども、この今私が乗っているリレーカモメ1号、まあ、このまま次の武雄温泉のところで西九州新幹線のカモメ1号に接続するわけですけれども、長崎に着くのがまあ7時31分ですか、7時半ぐらいですよね。だからかなり早いんですよね。実際のところには長崎にまあ仕事で行くとかっていうことを考えますと、まあ、9時ぐらいに到着する新幹線ということで、まあ、次かその次ぐらいでちょうどいいぐらいになってくるんじゃないかと思いますんで、まあ、これで長崎にっていう需要は確かに少ないのかもしれないです。ただまあ実際のところ、開業から3週間経ってお客さんがまあどの程度いるかというようなことで実際これに乗ってるわけでございますが、さて江北駅ですけども、ホーム反対側ですね。まあ、実際にこれを待ってるお客さんというのはまあほぼほぼいらっしゃらない感じじゃないかなと思います。で反対側に止まってる、ちょっと反対側行ってみましょうか。反対側にはこちらにも787系が止まってますけど、こちらは回送ですね。でそして反対側今度783系の到着です。これは特急笠崎ですね。江北駅を出発いたしまして、もう次武雄温泉終着駅となります。まあ、武雄温泉で、乗り継ぎ時分は3分ほどしかございませんけれども、まあ、実際にも3分あれば十分に乗り換えられると思うんですが、対面ホームで乗り換えということになりますので、私もホームは見てますけれども、実際に乗り換える、実際に、新幹線に乗り換えるって初めてのことでございます。はい、ということで武雄温泉に到着でございます。ここで、対面ホームで新幹線に乗り継ぎということになりますが、まあ、どれぐらいのお客さんが乗り継がれるのか、それから乗り継ぎの、まあ、実際のこのリアルな感じですね。そういったところをご覧いただければと思います。カモメ溜まってますね。西九州新幹線一度見ましたけれども、間近で見るのは初めてですし、もちろん乗るのも初めてということで、まあ、私も非常に楽しみな瞬間でございます。
今こうご覧いただいているのが実際にこのリレーかもめから降りてこられて、こちらの新幹線、西九州新幹線に乗り換えられる皆さんということでございます。7時ちょうどに着いて、そしてこちらの7時3分、かもめということで、本当にもう乗り継ぎ時間がそもそもこのようにもう3分ぐらいしか用意されておりませんが、ご覧の通り乗り換えるのは全然問題ありません。そしてやっぱり乗っておられる方というのは大体まあ想像通りですね、各車両からまあ10人程度降りてこられたというぐらいだと思います。8両編成のリレーカモメに対して、こちらの方は、6両編成でございますが、まあ、新幹線の方が当然車両は長いということで定員数はほとんど変わらないと思います。これで十分なんでしょうけれども、見た感じ、あと武雄温泉の駅で降りられた方というのはほぼほぼいらっしゃらないんじゃないかと思います。ほとんど皆さんがこちらに乗られたんではないかと思います。じゃあ、カモメこちら乗ってみましょう。長崎駅の西九州新幹線カモメ1号7時3分ということで定刻通り出発となります。2号車指定席車両に乗ってるんですが、乗っておられるお客さんは私も含めて3名でございます。おそらく他の車両、まあ、自由席に行くともう少し乗ってるんだと思うんですけれども、それでもおそらく乗ってて10人ぐらいじゃないかなと思います。まあ、開業して3週間経って新幹線乗ってるわけですけれども、これがまあ今リアルな姿ですね。そして今嬉野温泉を通過いたしました。本当にもうあっという間ですよね。嬉野温泉を通過駅ということで、先ほど武雄温泉を出てもう5分ぐらいしか経ってないんですけれども、私は次の新大村で一旦降りますけれども、その新大村までもですね11分しかかからないんで、そもそも長崎まで行ったって30分ぐらいしかかからないような新幹線ということで、非常にまあ短い新幹線ということはもうすでに開業前から言われていることですし、実際に開業後も報道されてますし、それからまあたくさんの YouTuber の方がすでにもうこの西九州新幹線については動画で上げられてますんで、まあ、今更西九州新幹線という気もするんですが、まあ、逆に私は3週間経って、まあ開業のまあ賑やかな分が一旦落ち着いて、そしてまあその平日の朝に、まあどれぐらい新幹線乗ってる人がいるのかということをまあ見たくて、今日はこういった形で、動画を撮ってみることにしました。まあ、この後実際に新大村降りて、諫早降りて、長崎行って、で折り返して今度は嬉野温泉、それから武雄温泉も新幹線の駅ができてどういう風になっているのか、そういったところ、西九州新幹線の駅を全部見て回るということを今回やりたいと思いますが、それはまた別の動画でご紹介したいと思います。さて、まあ、西九州新幹線、これ指定席車両でございますけれども、まあ、自由席についてはまた、折り返しの時に乗るんで、今新大村に向かっている途中なんですけれども、まあ、水戸岡さんデザインのもう本当に典型的な水戸岡さんデザインの車両ですね。こう背もたれの部分がこう木でできておりまして、そしてこのようなやはりこの素材のこの素材のファブリックの部分ですね、こういったところがあの和を意識した、こういった柄になっておりますので、まあ、この辺りは本当に、うん、水戸岡デザインの真骨頂といったところではないかと思います。こういう、まあ、ちょっとしたですね、こう 手をこう掴むところですね、こういったところもこれ丸い木が使われてて、ところどころやっぱりね、こう細かいところで配慮がされています。そして、テーブルに関してですけど、こちらからこのように出てくる方式ですね。背もたれのところにはこちらにはテーブルは一切ございません。こういった小さなテーブルだけでございますので、パソコンとかそういったものが置けるような大きさではございません。
まあ、乗車時間が本当に30分程度でございますので、ね、あの極端にスカイライナーとか成田エクスプレスよりも乗ってる時間が短いので、そんなにいろいろな設備は逆に不要だということで、ですから逆にグリーン車もございませんし、ここにこのような、まあ、ポケットですね、いろんなものを入れたりするようなポケットもございますし、あとはこちらですね、まあ、これはあの洋服をかけたりとか、まあ、あとは、ビニール袋をかけたりとか、そういったものを使うようなところといったところでございまして、そして、コンセントですね、こちらの方には、まあ、この N700 シリーズでございますので、700S ですよね、こちら。ということで、全席にコンセントがついています。はい、ということで、まもなく新大村到着ですね。あ、こちらはちょうど大村湾の綺麗な風景が見えます。これは私バーチャルツアー作ってる時からもう多分この区間で海が見えるんじゃないかというふうに、想定していたんですが、やはりこのように海が綺麗に見えます。で、間もなく新大村駅に到着となりますので、私は一旦ここで、下車して新大村駅の周辺を見て回りたいと思います。まあ、あとこう新大村から、長崎にこう新幹線で通勤通学をされている方っていうのが一定数いらっしゃるんじゃないかと思うんで、そういったところを見たいなと思います。こちら、新大村、車両基地ですね。大村車両基地、新大村の駅ということで、ね、すぐ近くにあるということで、朝晩にはこの新大村発着の列車というのは何本か、設定されています。この新大村から長崎への通勤通学需要を想定したもの、それからもちろんこの始発に合わせた、それから最終に合わせた、送り込みというような運用がされています。下りで、確か記憶にしている限り、下りで2本、上りで1本、新大村、新大村発が2本の新大村着が1本あったと思います。はい、ということで、まもなく新大村に到着しますので、私出口の方に向かいたいと思います。ホームを見てみますと、自由席のとこで数人列車待っておられる方がいらしたんで、まあ、これ乗って諫早なり長崎なりに移動していかれる方じゃないかと思います。はい、到着いたしましたので、こちらの方で一旦降りて新大村駅を回り見ていきたいと思います。新大村です。ご乗車ありがとうございました。はい、こちら、新大村駅でございますけれども、新幹線のこの西九州新幹線各駅につきましては、またそれぞれ別の動画でお話をしたいと思います。駅周辺の開発の、施策であるとか、いろいろあると思いますので、そのあたり一つずつ話をしますと結構長くなりますから、それは駅それぞれ一つずつの動画としてまた皆さんにご紹介したいと思います。それでは次、諫早の方に移動していきます。新大村駅で下車しまして、そこからが今度次のかもめ3号、7時58分、新大村発の列車に乗っております。かもめ3号ということで、リレーかもめ3号から接続している、博多6時32分に、
出発車リレーカモメと接続している列車でございますけれども、こちらも現在で6号車自由席に乗っておりますが、乗っておられるお客さんの方は全部で4名様、自分も含めて4名様でございます。他の車両もう少し前の方に行きますと自由席車、もう少し乗っていると思いますが、それでもやはり、もちろん満席というには程遠いような状態でございまして、平日ということもありますし、連休後ということで、閑散期とまでは行きませんけど、それに近いような時期ではありますので、なかなかそう多くのお客さん乗っておられないとは思うんですけれども、3週間経って今現在もこんな感じの利用者数ということでございます。この後次は諫早に着きます。諫早まで本当にもう、西九州新幹線は期間が短いので5分10分ですぐ次の駅に着くんですが、諫早に到着しますのでそちらでまた降りたいと思います。諫早につきましてもまた別の動画でご紹介したいと思います。開発されて駅の様子が昔とは随分と異なってかなり綺麗になりました。また駅周辺に古い建物が残っておりますので、そういったところの開発もあるかと思います。いずれにせよ別の動画でまた詳しくお話をさせていただきますので、お楽しみにお待ちください。列車とホームの間に隙間がございます。ご乗車の際はお足元にご注意ください。お言葉切れのお客様は今日の中でご乗車ください。電車が到着しましたが、ご乗車の前に見るお客様を確認してください。かもめ5号で諫早から最後終点長崎まで移動して、まもなく長崎駅到着といったところなんですが、かもめ5号のこれ自由席6号車今乗車しておりますけれども、乗っておられるのは大体10人ぐらいですかね。もう9時に長崎に着くということですので、仕事に今出勤に使われている方でしたら、ちょっと通勤だと若干遅めの時間で、博多の方から出張に来るんでしたら、このぐらいの時間に着くといいのかなと思うぐらいの、そういった感じの時間帯でございますけれども、乗車されている方の数っていうのはそれぐらいとなっております。長崎駅の再開発についても同様でして、こちらも今再開発が非常に進んでいるんですが、逆にこの市電の乗り場から駅が遠くなったりとか、いろいろ利便性が下がっているというような課題もあります。そういったところについてまた詳しくお話をさせていただきたいと思いますが、それもまた別動画になります。今度はかもめ20号10時43分長崎発に乗りまして、嬉野温泉へと移動しております。私は今回通勤とか通学需要っていうものが朝にかなりあるのではないかと思いまして、新大村や諫早といったところで注目していたんですが、むしろ朝よりもお昼前後の方がお客さんが多いようでして、こちら今長崎から出発いたしましたかもめ20号普通車指定席に私座ってるんですが、こちらでは 60% から 70% ほどの乗車率でかなりたくさんお客さんが乗っている。どちらかというとこういった昼間に移動されている方の方が需要が多いというようなことが分かりました。在来線特急の時と同じくらいの数のお客さんは乗っているのではないか、そういった感触を得ました。そして嬉野温泉駅ですが、こちらも駅の周辺というのはまだまだこれから開発していくといったようなところで、これもまた別の動画でお話をさせていただきたいと思います。そしてこちら N700S かもめの通過シーンです。嬉野温泉以外の駅、新大村はほとんどの列車止まりますし、諫早は全列車止まりますので、意外とこの N700S かもめの通過シーンというのは見ることできません。この嬉野温泉が一番通過する列車が多いので、ここが見るべき場所かと思います。そしてこちら嬉野温泉駅に列車が到着し、お客様が乗り込む様子でございます。各車両それなりのお客様の数が乗られておりまして、この列車も座席の大体7割ぐらいが埋まっている、そういった感じでございました。そして列車武雄温泉駅に到着し、ここでまた大半のお客様が新幹線からこのリレーカモメへと乗り換えるといった具合でございます。
こちら新幹線からお客さんが乗り換えていく様子をご覧いただきますとお分かりいただけるかと思いますが、朝の列車とは乗り換えているお客さんの数が全然違います。こちらの新幹線ですと大体各車両6割から7割ぐらいのお客さんが乗っておられるので、西九州新幹線が、開業した時のようなたくさんのお客さんがいらっしゃるわけではありませんけれども、それでも順調にお客様を運んでるし、ここでも乗り換えを特に皆さん苦になさらずにされているような感じがいたします。では開業から3週間経った、これは10月11日に撮影したものでございますけれども、西九州新幹線の今リアルな様子、こちらご覧いただきました。ご視聴どうもありがとうございました。